ある夏の日のこと。小川未明。姉さんは庭先のツツジの枝に蜂の巣を見つけました。まあ、こんなところへ巣を作って危ないから落としてしまおうか。と、ほうきを持った手を押さえてためらいましたが、触らなければ何にもしないでしょう。せっかく作りかけた巣を壊すのもかわいそうだと考え直して、しばらく立ち止まって、一匹の親蜂が脇見もせず、熱心に小さな口でだんだんと大きくしようと固めていくのを眺めていました。そのうちに蜂はどこかへ飛び去りました。何か材料を探しに行ったのでしょう。しばらくするとまた戻ってきました。そして、同じようなことを産まずに繰り返していました。この蜂は一匹だけだろうか。彼女は同じ一匹の蜂が行ったり帰ったりして働いているのしか見なかったからです。ゆうちゃんに黙っていよ。見つけたらきっと巣を取るであろうと思いました。姉さんは座って仕事をしながら時々思い出したように日の当たる庭先を見ました。葉の黒ずんだザクロの木に真っ赤な花が点々と火の灯るように咲いていました。そして水盤の水に浮いた睡蓮の葉に蜂が降りて止まっているのを見ました。あの蜂はさっきの蜂かしらん。目を離さずに見ていると蜂はしばらく経ってツツジの枝の方へ飛んでいきました。やはりそうだわ。水を飲みに来たんでしょう。翌朝、庭を掃除するときに、姉さんは蜂がどうしているだろうと、わざわざツツジの木のところへ行って、巣を覗いてみました。そこには、昨日の親蜂がやはり一匹で、一生懸命に巣を大きくしようとしていました。彼女は初めてそのとき、一匹の蜂の力で作られた巣に注意を向けたのです。なんと並々ならぬ心遣いと努力がその巣に傾けられていることか。例えば雨風に吹かれても容易に折れそうもない丈夫な枝が選ばれていました。また巣の付け根は触っても落ちないように強そうに黒光りがしていました。小さな蜂にどうしてこんな知恵があるかと不思議に思われたほどでした。そうだ、これを弟に見せてやろう。そして利口な蜂がどうして巣を作り、また子供を育てるのに苦心するかを教えてやろう。そうすれば弟はここに巣のあることを知っても決して落とすことはあるまい。と考えたのでした。午後になってゆうちゃんは学校から帰ると、庭に出て一人で遊んでいました。ゆうちゃん、蜂の巣があってよ。彼女は弟の顔を見ました。ああ、知ってる。え、知っているの？弟がどうしてそれを落とさなかったろうと疑われました。姉さん、ツツジの木だろ？お母さん蜂が一人で巣を作っているのだよ。ええ、そうなの。この間から見るとだいぶ大きくなった。あの穴の中に子供がいるんだね。暑い時は水盤の水を含んでいって巣の上を冷やしているよ。まあ。そんな詳しいことまでいつ弟は観察していたのだろうとびっくりしました。しかし姉さんは弟がどんなにその蜂を可愛がっているかをまだ知らなかったのです。君、蜂の子を持っていくと本当によく釣れるよ。子供たちは日課のようにみんなで川へ釣りに出かけました。彼らは血眼になって蜂の巣を探していたのです。ゆうちゃんはその話を聞くたびに庭の蜂の巣を目に浮かべました。この頃、母蜂の片方の羽が少し破れているのを考えると、胸が痛くなるのを感じました。他の子供はどこからか
蜂の子を探して持っていくことがあったが、ゆうちゃんだけはいつもうどん粉の餌を作って釣りに出かけたのでした。